今回は愛犬が自宅で子犬を出産する時の様子をお届けしたいと思います。処理はしてますが、ちょっとグロいシーンもあるので、苦手な方は次回の動画からお楽しみいただければと思います。それでは早速スタート。これは出産予定日4日前の朝方の様子です。息切れすごいし、やったらあそこ確認してたんですよね。いつもと明らかに様子が違いました。なのでふと今から産むんちゃうんと思って布団めくったら、もう子犬がちょっと出てきてて、焦る焦る。ベッドの中やからね、普通やったらね、産まこで産んだりするじゃないですか。まあでも産む的にはベッド大好きな子なので、ここが一番落ち着くからこの場所を選んだのかなーなんて思いますけど、いや、心の準備、飼い主ができてなかったです。頑張ってな。あ、出てきた。動いてる。足動いてる。あ、そうそうそう、賢いな。おお、あ、すごい、赤ちゃん動いてる。あ、頑張ってな、産む。あ、もうちょっと頑張って。おお、動いてる。足が震える。頑張ってな、産む。あ、偉いよ。あ、偉い偉い。あ、出た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 。あ、自分で破いてる。あ、すごいすごい。もうちょっとした顔出るわ。あ、頑張って頑張って。あ、頑張って頑張って。あ、よく頑張って。でも飛んで。これはどうしたらいい？頭が。お、子犬が頑張った。自分で出てきた。触ってあげて。頑張れ頑張れ。破ってあげてな。ちょっとだけやっていいよ。ほんまはね、手伝いたくなかったんですよ。全部ね、母親に任せた方がいいとネットにも書いてましたが、あまりに子犬動かんから心配で手伝ってます。ごめんな、お手伝うな。お手伝うな。変な声、変な声。ごめんごめん、お手ちょっと手伝わして。泣かへんのよ。え、嘘、泣かへん。よかった。あ、これちょっとグロいんでね、隠しましょう。なんでやめんの。おーおーおーおお、大胆産む。
おお、切れてる。うん。おお。でこいつどうしたらいいんや。くせ。うえ。もう部屋中ね血の匂いすごかったです。2匹目プルンとこう全身出てくるまでほんまに一瞬でした。早かった。3分後にはもうこうやって2匹目の子犬声出して泣きましたからね。手慣れたもんです。部もかっこよすぎやろ。うあ、自分で切った。ブブが自分でへそのを切りました。はい、ただはずっとビビってました。ブブお疲れ様、よう頑張ったな、偉いな、賢い賢い、おめでとうブ、タタおめでとう。確かにな、偉い偉い、よう頑張った、偉いな。